おはようございます。今ご覧いただいておりますのが地蔵さんの夏だけのあらゆる顧問、地蔵のね、京友禅の老舗地蔵さんで染めました今年の新柄でございます。花径送風図といいます。花径送風図というのは夏の景色の爽やかな風と書くのだそうです。これね、今別に私が考えたわけではなくて、私の若い時のね着物をそのまま再現させていただきました。私と母も着てましたね、当時母も着ておりました。花径送風図大好きだったのでね、親子してね、同じものを作ってきていましたね。地蔵さんってご存知ですかね。もうご存知の方も多いと思いますね。うちのお客様、京友禅の老舗ですね、多分最高峰じゃないですかね。そちらのとはもう私が生まれる前ぐらいから母がお取引をさせていただいていて、地蔵さんにでこの染めてもらっていました。洗える着物です。贅沢でしょう。夏なんかさ、洗えた方がいいに決まってんじゃんね。これね、じゃあちょっとまずはどんなものを染めたかをご紹介する前に、私のね、前の昔のね、ちょっとご覧いただこうかな。これがね、当時炉で染めた、ちょっと一回着ちゃったのかな、炉で染めた花径送風図です。夏の景色ですね。網干し、星編みとが水辺にねある様が描かれています。地蔵さんらしいと思いますね。夏のそのひとときの景色を切り取って着物にする、これが当時の花径送風図です。もう20年くらい前ですかね、20年以上前かな、ぐらいだと思います。それを、今回もうちょっとね、まあ、私としてはこうグレードアップさせたつもりなんですけれどもね、それで作りました。じゃあどういうものを作ったのかね、ご紹介していきます。色は今日ここでご紹介できるのは私が着ているのも含めて8色ですけれど、この他にもう今追加でね染めていっていますのでね、東京ではね3月の27日からの発売になりますけれども、まずは地方の方、地方というか名古屋と大阪と福岡にお持ちしたいと思います。このグランドにねぼかしを使い、また変わり立てろという生地をね使うことによって、変わり立てろというのは6、7、8、9と4ヶ月着られます。4ヶ月間楽しんでいただこうかなと思っています。今こうちょっと私の iPhone ではこのロメがね端っこの方で透けているのが見ていただけると思うんですけれども、今ある G 色は8色、まだあと2、3色染め出しをしています。それは発売までには間に合いますね。私ね本当はねこれが着たかったかもしれない。ただやっぱりちょっと濃い色の方がね、まあ、いわゆるインスタ映えっていうんですかね、するでしょうということで今こちらを選んできています。このグリーンもね本当に水面のようなとても綺麗な色で個性的だけれども私大好きです。この4色とこんな感じ、はい、それとこちらのぼかしをね染めているので奥行き感が出ていると思います。綺麗な薄藤色、
やっぱりこういうの見るとね、さすが地蔵さんだよねって思います。まあそれと私も片惜しみをしないで、こういうところの繊細なあの型紙をね、何枚も何枚もあの彫ることによって、この陰影感をね出す。こういう感じの家系総風図。はい、こちらとあと洗える帯を作りました。洗える帯は4種類。まずこちら草花紋です。これがね、もうお水でね、ジャーって洗えちゃうんだよ。今年は40本織りました。こんにちは、アボシ柄を着る季節は決まっていますか？もちろん夏柄ですのでね、まあ炉につけて 7、8 楽しむというのが正統派なんでしょうけれども、でもやっぱり炉につけてしまうと本当に短い季節しか着られないので、私は変わりたて炉につけて 6、7、8 食って着てくださいって申しました。ただ9月の末になるとね、ちょっと柄的にはまあ合わないのかなと思います。これはもう夏柄つけてしまう以上しょうがないですよね。それとこれが食香紋。食香紋の洗える帯です。色無地などね、お召しになる方はもうこういうのが鉄板、何でも合わせやすいかなと思います。そしてこちらが昨年に引き続いての七宝柄です。七宝柄ね、まあ食香紋や七宝柄はちょっと礼装向きで、最後にご紹介しますのが私が締めている大使館道ですね。よいしょ。はい、こんにちは。そして私が締めているのがこちらが大使館道という柄です。ずるかな、ずるかな。これが大使館道。まあ何にでもね合わせやすいと思います。去年も大使感動を出しましたけれどもね、今年はちょっともうちょっと大人の大使感動にしました。まだねお値段なんですけれども、この帯は8万円で税込み8万円って出たんですけど、家計総風図の方はまだ地蔵さんが、お値段を出してくれないので、今日お話しすることはできません。もちろんね、来週には決まると思います。はい、まあだいたい冬物でね18万ぐらいだから、まあそれよりはもうちょっと、もうちょっとお安くできるんじゃないのかなというふうには私は思っています。はい、そうですね、これは東京は27日からになりますけれども、その前にね、大阪と名古屋と福岡の展示会があります。だからそこのところには、半分、作ったものの真半分を、まずは天外祭事用に持っていきたいと思います。そしてその残りの半分は、が東京のね、方々に向けて発表したいと思います。だから、で今回はね、一色一点しか染めてないんじゃなくて、結構、まあ、2色とか、あ、2色じゃない、1色を2枚とか3枚とかっていう風にね複数染めましたのでね、地方で全部なくなっちゃうじゃないのとかっていうようなことはないです。まあただもちろんね、名古屋から大阪福岡って始まるのでね、その持ってた半分のうちちょっとこう後の方になると少し欠けてくるのはあるかもしれないんだけれどもね。で、帯の方も40本ありましたのの、まあ、半分の20本をお持ちをいたします。そしてその後東京で27日からの売り出しをさせていただきます。どうですか、その
やっぱりね、地層さんって私すごいと思っているんですね。やっぱり何百年も培ってきたその型紙とか構図ですね、構図などをお持ちだと思います。昔ね、子供の時にね、もう本当に私が子供の時に、地層のね、もうその頃のおじちゃまたちにね、なんでこんな風に地層さんの絵っていうのは繊細で精密なんですかってもう聞いたことがある。多分ね、10代ぐらいの話だから、もう本当そうだな、40年も50年も前のぐらいの話でしょうね。その時にね、今までよりもね、一つのものを見る時間が長かったんだと思いますよっておっしゃってました。なるほどねって、梅の花一輪を見るんでも今よりもずっと長い時間をかけてその梅を見て観察をして描かれた構図、そういうものが何百年って積もってたまって素晴らしい財産になっていらっしゃるところなんだろうなと思って、私は尊敬をしております。なので年にね、1、2回地層さんの昔のいいものをね、復刻させていただいております。こんなね、小さなあらゆる着物屋と付き合ってくれることにも感謝しております。はい、ということで、またこれはね、ちょっとフライングなの。でもね、出来上がったからね、どうしても見せたくて見せたくてね、今日のね、なんか配信を突然始めてしまいました。だから東京の人売り出しちょっと待っててね、天外祭事の方ちょっと行くまで待っててねっていう感じなんだけど、実は見せびらかしてしたくて の配信でした。ごめんなさい。はい、じゃあどうもありがとうございました。バイバイ。